はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日はねガシャの方回していきますよ。というかね、来ましたね。ちょっと予想はしてたんやけどね、3周年記念ということで、デレステ3周年記念で、また今日からね16日までね、毎日ね10連無料ということになってます。ということでね、今日からねしばらくはね毎日無料10連のね動画上げられると思います。それでですね、ねちょっとねお知らせっていうか報告があるんですけどね、よいしょ、ちょっと待ってください。いきます。はい、今ね表示されているウサミンですけど、実はね私ね60画社だけ回す時だけはね動画基本撮らない人なんですけどね、実はね昨日ねフェス期間中60画社でなんとウサミンゲットできました。フェスゲンの、はい、ということでね、そういう報告でした。それではサクッと画社の方行きます。では ね無料10連ありがたい、ありがたい、無料10連ありがとうございますということで引かせていただきます。という前にちょっと新しくガシャの更新来てますので、そちらの方ちょっとアイドルの新アイドルの方ちょっと見ていきましょう。1人目、 SS レア限定 SS レアで、ツインクルパーティー北条カレン来ております。こちらボーカル特化型、センター効果クールチェア、クールアイドルのみ編成時全員のライフ 40% アップ、特技色褪せない贈り物、13秒前、高確率でかなりの間ライフ値が高いほどコンボボーナスアップとなっております。そしてもう一人、限定 SS レア笑顔のレセプション高森愛子来ております。こちらビジュアル特化型センター効果パッションプリンセス、ファッションアイドルのみ編成時全員の全アピール値 50% アップ、特技つなぐ喜び、ファッションアイドルのみ編成時1秒前、高確率でしばらくの間パーフェクトのスコア 16% アップ、コンボボーナス 14% アップとなります。あ、すいません、この2人のちょっと特訓前見てませんでしたね。特訓前はこのジカレンの方が、お嬢様って感じですね。で、愛子ちゃんは、なんだろう、森の中に迷い込んだ赤ずきちゃんというか、まあ、そういう感じですね。メルヘンな衣装ですね。そしてもう一人、Sレア、チャーミングキャット、前川美空来ております。こちら、ビジュアルとバガタ、センター効果、キュートアビリティ、効果、キュートアイドルの特異発動率 30% アップ、特異ニャンニャンボイス11秒前、中確率で少しの間コンボボーナス 10% アップ、パーフェクトでライフ1回復となっております。特訓はこんな感じですね。猫ちゃんですね。そして新アイドルとしてファントムレディ的場リサ来ております。こちらボーカル特化型センター効果パッションボイス、ファッションアイドルのボーカルアピール値 60% アップ、特にマイラブトレジャー13秒前、高確率でかなりの間パーフェクトのスコア 15% アップとなっております。特訓はこんな感じですね。はい、ではということで、ありがたいありがたい10連梅座ありがとうございますという気持ちを込めて回させていただきます。ではいきます。このロードはどうなんだろう。では青封筒です。どうでしょうね、青封筒って分かんないですからね。はい、Sレア3枚、お、来た。お、いきなり、ちょっと待つにゃ、今のは練習にゃ。いきなり限定 Sレア来ました。ミク、よし、幸先いい。続きまして、ほのかさん、レイナ様、
エミハン。続きまして、マイちゃんですね。はい、続きましてミカネ。お、ミクちゃんですね。トーコさん、そしてコトカさん、ラストエスレア。お2枚引きでーす。限定エスレア2枚引きでーす。いや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 、無料でね2枚引けたからいいか。いやいや、うん。てなわけで、ということでね、本日の無料10連終了となります。そしてね、最後このコーナーで締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーで今回も締めたいと思います。うん、少々お待ちください。アルバムが出ない。はい、出ました。はい、本日紹介する女の子はですね、うん、ちょっとねキュートな女の子です。キュートアイドルです。キュートアイドルからご紹介させていただこうと思っております。ですね、少々お待ちください。今お探し中です、その子。そろそろ出てこんかな。あ、少々待ってください。ちょっと見逃してるわ。本日紹介する子はですね、少々お待ちください。あ、この探してる時間がちょっと無駄な時間に感じちゃいますよね。うん。一発、うん、あれ、少々お待ちください。ですね、もういいや。いいや、もうこれ使おう。よいしょ。はい、本日紹介する子はこの子だ。はい、本日は関ひろみちゃんのご紹介です。ひろみちゃんはですね、見た目がね釣り目でね、笑顔、いつもね表情が怒ってるような表情がになっちゃうので、でそれでね笑顔に自信がなく、ちょっと引っ込み思案なところがあって、アイドルもうやめたいっていう感じだったんですけど、最初の頃は、まあ、それがだんだん仕事でその自分の笑顔に自信を持っていくようになっていって、アイドル活動を頑張ってる女の子です。またね、手先が器用でアクセサリー作りが趣味ということで、でね、他のアイドルにアクセサリーを作ってあげるなど、手先が器用な一面もあります。そんな関ひろみちゃん、皆さんも覚えていてくださいね。それでは本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から、私の過去の動画見ることもできますので、もしよろしければご視聴ください。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。